熊野川は、富山県富山市を流れる河川。神通川の右岸にある神通川水系の支流である。富山県富山市有峰にある、西笠山を源に発する。同志河地や座江崎割地先に、上流端を示す氷柱がある。高藤山の麓の三枚抱きを経て北流。富山市門樹寺で西向きに変え、富山市東福沢で黒川を合わせ、 富山市布瀬町で神通川に合流する。古くから灌溉用水などに利用されてきたが、急流河川のため梅雨や台風の時期には豪雨による災害が多発した。1910年には1月から9月にかけて10、数回の出水があった。特に9月は244カ所で堤防が、決壊、1325個が浸水した。 1912年8月の富山県中部を襲った豪雨では最高水位が3.9メートルとなり、至るところで堤防が決壊した。上流では流出家屋6個、浸水家屋18個、3人で起死。門樹寺の少し下流にある東黒巻では流出家屋4個、半壊家屋4個、床上浸水18個の被害があった。黒川沿いでは流出家屋5個、 半壊家屋19個、床上浸水18個だった。1913年から1917年にかけて、川幅を広げるなどの改修工事を行ったが、その後も、たびたび災害が起きたため、根本的な治水対策に取り組む必要があり、1984年、県営8番目の重力式、コンクリートダムとして、貯水量2億420万立方メートルの、 熊野川ダムが完成した。支流の黒川にも黒川ダムの建設計画が浮上したが、こちらは2005年に計画は中止された。近年は上流部において過疎化が進んだ。昭和40年代には大原、インド、赤倉、手での集落が、昭和50年代には千長原、河内の集落が廃絶した。ありがとうございます。